韮崎駅からタクシーに乗って960円。韮崎市立民族資料館に来ました。今日は武田勝頼の滞在期間わずか68日でしたが、甲州流築城術の集大成、新府城へ行きます。資料館へ入ります。入館は無料です。続100名城のスタンプはここにあります。復元模型があります。新府城は南北600メートル、東西550メートル。外堀との標高差は80メートル。石垣はなく、高さ 2.5 メートルの土塁を巡らせていました。高低差130メートルの七里岩の断崖の上に築かれていて、釜無川と塩川に守られた新府城は、水陸交通の要でもありました。築城には、真田昌幸が深く関わっていました。富士山、新府城へ行ってきます。民族資料館から新府城入り口まで徒歩20分ほどです。七里岩ライン国道17号に出たら道なりに行きます。韮崎中央公園陸上競技場の向かいにはコンビニがあります。新府城の案内板があります。この道を入ります。新府城は甲州流築城技術を駆使した丸馬出し、三日月堀や出構えなど武田氏集大成の城を今に伝える魅力的な城跡です。新府という名前は新しい府中、武田領国の首都を示し、成長機能を甲府にあるつつじヶ崎館から移したものです。正式には新府韮崎城です。昭和48年に国史跡になりました。馬出しとは、城門の前に築いて、陣馬の出入りを敵に知られぬよう、城の内部を見通せないようにした土手。右側は、東三の丸です。新府城の大手口に来ました。甲州流築城技術の丸馬出しと三日月堀で枡形小口を守っています。イメージ図です。丸馬出しの両側は枡形小口で守っています。東西20メートル、南北15メートルで土塁に囲まれた大きな枡形です。甲州流築城術の代表、丸馬出しです。東西30メートル、南北15メートルの半月形と外側に甲各土塁と富士山。三日月堀へ行きます。三日月を実感してきます。丸馬出しを下から見たところ、丸馬出しから見た枡形小口、丸馬出しと三日月堀と富士山、満喫しました。1575年長篠の戦いで大敗した武田勝頼は、織田徳川同盟軍や北条氏政などから攻め立てられます。そこで勝頼は上杉謙信と同盟を結び、さらに足利義昭や毛利氏も参加し、信長包囲網が完成しました。信長は武田信仰どころではなく、自分の首が危うくなってきました。ところが1578年上杉謙信が亡くなってしまい、歯車が狂い始めます。形勢逆転し、今度は勝頼が織田徳川同盟軍北条氏から攻め立てられることになりました。
こうした情勢下にあって、武田領の防衛体制を強化する必要から、新たな本拠地となる新府城を築城し、1581年12月に新府城へ移りますが、1582年の3月3日には織田軍の侵攻を受け、岩殿城へ逃げることとし、自ら城に火を放ちました。在城わずか68日でした。ところが岩殿城へ向かう途中に頼みとしていた重臣の小山田信繁に裏切られ、残ったわずかな兵で織田軍と戦いますが、3月11日嫡男信雄と共に天目山で自害し、武田氏は滅亡しました。左側が馬出しのようです。馬出しの中へ入ってみます。二の丸へ行きます。入るとすぐ右側に四角い廓があります。二の丸は二段になっています。本丸へ行きます。ここから行ってみます。仕留めの構えは新府城の特色の一つですが、どこだかよくわかりません。新府城の想定復元図があります。大手門から入って二の丸、本丸と来ました。まずは本丸下の稲荷廓から散策します。この階段が本丸への近道です。階段下には駐車場もあり、新府駅も近い。階段を上がると藤竹神社があります。武田勝頼公が祀られています。前方に見える建物はトイレです。甲斐武田氏の巨大な石碑、石碑の裏は眺めが良さそう。本丸北側の景色です。正面には八ヶ岳連峰が見えます。本丸は東西90メートル、南北120メートルありました。この後は北側を回っていきます。二の丸から井戸跡、乾門方面に行きます。土塁に沿って道があります。この道を行きます。下へ行きます。井戸跡です。直径32メートル。下へ行きます。木橋の橋台、
空堀を渡るための橋がありました。乾門の二の門です。二の門跡からは焦土や炭化材が出土し、門が燃えて倒壊したことが明らかになっています。枡形虎口は東西13メートル南北12メートルで一の門と二の門がありました。二の門の礎石です。縦長の門だったようです。一の門側から見た枡形虎口。一の門では柱穴が2個検出されました。外から一の門まで行ってみます。土橋を渡ります。左側は堀になっています。右側は七里岩の崖。乾門とお別れして出釜江方面に行きます。案内板があります。お城の北側は外側に向かって帯曲輪、土塁、レヤ蔵、深さ 2.5 メートルの深い堀で守られ、堀の先は幅30メートル前後の湿地帯がセットになって防御していました。西出釜江が見えてきました。出釜江は新府城の特色の一つで、鉄砲で敵の攻撃に対抗するために工夫された構えと言われています。出釜江を上から見たところ、新府城の北側湿地帯を歩いて東出釜江まで来ました。大手口から一周してきました。この階段を登った先には本丸があります。新府駅から帰ります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。